そのベルトを保持する男、暫定王者翔輝。リベンジを誓う挑戦者、ヘンリー・セーファス。昨年の3月、ヒートの地元名古屋でベルトをかけて死力を尽くした両雄。結果は延長までもつれ込む接戦を制した翔輝が早くも勝利を収めた。再びの対抗、ともに完全決着を宣言する。ヘンリー選手と再戦なんですけど、まあ正直この前延長でしょうもない判定で勝ったというのが事実なんで、今回バチバチ打ち合って絶対 KO するんで、何かやっても結果同じなんで覚悟しておいてください。絶対このベルト巻きます。おっ。対する挑戦者もリベンジに向けて気合は十分。おっ。1月19日東京で勝利を倒します。おっ。王者の返り討ちか、挑戦者のリベンジか、因縁の再戦、今そのゴングが鳴る。ヒートキックルーライト級タイトルマッチ3分5ラウンド、暫定王者翔輝 VS 挑戦者ヘンリー・セーファス。
って注目しています。アコナヘンリー・ツレハス選手、ゴーコロンより注意が与えられます。再開します。第1ラウンド残り時間1分。
Danilo